これは平清盛に滅ぼされた源義朝の子義経が京都鞍馬山の鞍馬寺に預けられ、舎那王という稚児名で呼ばれていた頃の逸話です。稚児とは寺の雑用をしながら修行をする少年のことです。時は春、稚児たちは僧に連れられて花見をしていますが、そこへ荒くれ者の山伏が現れます。実は鞍馬山に住む大天狗でした。争いを嫌って皆が逃げ帰る中、一人残った舎那王は山伏と一緒に花見を続け、自分の境遇を明かします。舎那王はこの大天狗から両方の技を伝授され、やがて全国の天狗から守護を受けることになります。能楽師の家系に生まれた子供たちが初舞台を踏む演目の一つとしても知られ、幼い能楽師たちが登場します。最もシンプルな上演形式である姉妹と能を見比べてご覧ください。